こんにちは、アきキトです。受験数学の第219回目で、今回は全証命題について見ていこうと思います。この前哨命題というのは、すべての何とかで何とかとなるというふうな形の命題のことで、例えば、すべての整数 n で a の乗を足す bn が整数となる。こういった形の命題のことを全証命題というふうに言いましたが、今回はこうなるような a、b を求めようというふうな感じで、この前哨命題が真となる。 という条件の処理についいいてて見ていこうと思います。処理の方針として2つあってまず1つ目が直接処理するというものなんですが例えばこれまで扱ってきたものでいうと全ての x で ax プラス b=2x プラス1これが成立するようなこの ab の条件を求めてくださいというふうに言われた時に例えばこれ全ての x でどうのこうのというふうな話なのでこれ全証明台の話であるんですが。 結局ここれ、すてのの x でこのイコールが成立するよ。つまりこれが x についての恒等式となるというふうに言っているだけですので恒等式処理をしてあげればそれでおしまいでじゃあ恒等式処理で係数を比較してあげればそれでおしまいですよそういった話がありましたので係数比較してあげてまず x の係数 a イコール2ですよと定数項の部分 b イコール1ですよと係数比較してあげてこんな感じで ab の値を求めることができました。 他には全ての実数 X X 2X で A、これが0以上こうなるような a の条件を求めてくださいというふうに言われた時にこれも全ての x でどうのこうのというふうな話なので前哨命題であるんですが結局これ常にこれが0以上ですよと X どんな値でも必ず0以上というふうに言っているのでつまりこれはどういうことかというとじゃあこの左辺一番小さくなる瞬間 それが0以上というふうなそんな条件に言い換えることができるんじゃないか。じゃあこの最小値調べたいのでこれ二次関数だから平方完成してあげると x プラス1の次乗足す a マイナス1こういうふうになるのでじゃあ x イコールマイナス1の瞬間にこの左辺は最小ですよとこの時最小値 a マイナス1というふうな値をとるので常にこれが0以上じゃあ一番小さいところ a マイナス1の瞬間で0以上であればいいので これを計算してあげて、あげ A が1以上。こういうふうな感じでで A の条件を調べるこことがきました。こういった感じでこれまでにもこの全証明題の話というのは登場しているんですがこれらは全て直接処理しましょうというようなそんな話でした高等式処理だったりとかあとは最小値に注目さ処理だったりとりあえずこの全ての x へどうのこうのというようなこの全証明題が真であるという条件を同値変形必要十分な変形をして まあ、つまりこれを別の形に言いい換えてて処理していくよとこういうことをしましょうっていうのがこの方針1の直接処理なんですが問題によってはこの直接処理が難しかったりとかできないような場合があってその場合には別の方針を取らなければいけないので今回はその話をしていこうと思うんですけどその方針っていうのが具体値で成立するという条件を使いましょうということでちょっと注意が必要なのはこれが必要条件に過ぎないので最後に十分性の確認をしましょうというような そんな注意があるんですが、あるです今回この方針2についても以前の高等式処理のところで扱っているのでそういう意味で新しい話はないんですがただ特にここ最近整数に関する話を扱っていて実際の入試問題だと全ての整数 n でとか全ての自然数 n でというふうな形の全証明題でこの方針2で進めていくということが多いので特に新しい話はないんですが。 改めて前哨命題という,ふうな形でここういうふういいにままととめておこうと思います。では実際にこの問題を通して今の話を確認していこうと思うんですが今回全ての整数 n で a n 次を足す bn が整数となるよとこんな条件を処理したくてここの部分をスターというふうにしてあげると今回ここのスターの部分が全照命題というふうになっているのでまずは方針1直接処理を考えていくんですが。 この直接処理は高等式処理における係数比較みたいな感じでここの部分を同値変形するようなそんなものなんですがじゃあ今回全ての整数 n でこれが整数となるというものを別の形に言い換えて進めていければいいんですがただ今回どういうふうに進めていけばいいのかよくわからないのでこの方針1は諦めて今度方針2に移っていこうと思います。具体値で成立するという条件を使っていくよと。これはどういうものかというと今条件処理をしたいので このスターの部分を同値変形しなければいけないんですがそれが難しいのでとりあえず必要条件から攻めようということなんですが今回全ての整数 n でこれが整数となるよというふうに言っていて n は整数だったら何でもこれが整数となるというふうに言っているからじゃあここ n 整数として0とか1とか2とかそういうような具体値のとこへ成立するよねともちろんこれは同値変形ではなく必要条件に過ぎないので片方の向きしか言えないんですが。 こここういうういいとと。ろから攻めていこうと今回で言うと n 整数だったら何でも OK ですので n0 とか n 大きくなったりするとここの計算大変になるので、まあ、絶対値が小さくなるような、まあ、今回整数というふうに言っているから負の整数も許すよとだから n が0とか1とか -1 とか2とか -2 とか、まあ、基本的にこういうふうな小さい方から調べていくとここが簡単な形になるので左の方から順番に調べていこうと思うんですが。 まず n=0 というふうにすると、これは全部消えてしまって、0+0 でちゃんと整数というふうになるので、まあ、これは調べてもしょうがないよと。じゃあ今度、n=1 というふうにしたいと思うんですが、じゃあすべての n で成立するんだったら、n=1 でも成立するよねと。n=1 というふうにすると、a プラス b。これが n=1 のときの情報。a プラス b というものが整数というふうになっているよと。これが整数であり、で、今回、 A と B という2つの文字があってこの情報だと弱いだろうということで他の情報も調べていこうと思うんですが今1が終わったので今度マイナス1というふうにしようと思うんですがじゃあ全ての整数 n で成立するんだったらマイナス1でも成立するよとマイナス1というふうにすると A マイナス B というふうになるよとこれも整数ですよとこれで A と B という2つの文字に対し2つの条件があるので、まあ、このぐらいあればいいんじゃないかと。 まあ実際こういうふうに進めていってもし足りなければ今度2とかマイナス2とかどんどん追加していけば OK でとりあえずここでは1とマイナス1この2つを使って進めていこうと思いますじゃあ今 A+B が整数であり A-B も整数でありをこの2つを使っていこうと思うんですが今こんな条件が得られてじゃあこれを変形していくと今回 AB に関して0より大きく1未満というようなこんな範囲の情報があってじゃあこれを使ってあげようということで。 じゃあ A B 調べてあげると小さい方は 0+0 イコール含んでいないのでここイコールなしの0より大きいよと11というふうにすると2というふうになり0より大きく2未満の整数というふうになるよとそんな整数は1しかないので今回この情報から何がわかるのかというとじゃあ a+b の値が1しかありえないよとこういうことが分かったわけです同じように a'b に関しても調べていこうと思うんですが 今回、マイナス B というものがマイナス1倍するとマイナス1より大きく0未満ですよとマイナス1というような負のものをかけているので向きが逆転することに注意してこの範囲にあるよとで今回 A が0と1の間ですのでこれを加えてあげるよとマイナス1より大きく A-B というものが1未満ですよとマイナス1より大きく1未満の整数というふうに言っているんですがそれは0しかないのでじゃあ A-B が0ですよと なのでこれで A と B の値が出てきて下の方から A と B が等しいよとで、上の方 A と B 等しく足し1というふうに言っているのでそれは1 2分の1ですよということでこれで AB の値が出てきましたこれで AB の値が1 2分の1というふうに出てきたので求めてください求めましたよということでこれを答えにしたいところであるんですがただ注意が必要なのは本来は同値変形しなければいけなくて最終的に知りたいのは全ての整数 N で これがちゃんと整数となるようなそんな AB を知りたいよと。でも今処理した条件っていうのは N イコール1で整数かつ N イコールマイナス1で整数。例えば N イコール2の時に整数となるかどうかということに関してはまだよく分かっていないよと。この条件は N が1とマイナス1でちゃんと整数となるというようなそんな条件にすぎない。すなわちここの部分逆が言えていないのでちゃんと逆も確認してあげてつまり A と B が2分の1の時。 この時にこのスターがちゃんと成立しているよとそういうことが言えないとこれが答えだというふうに断言することはできないのでちゃんと逆の方の確認もしていこうと思います。もしかしたら n イコー2というふうにするとこの時成立しないかもしれなくてもしそうなったとすると解はないですよと AB はないですよみたいなそういうふうな感じになるのでちゃんと逆の確認もしていこうと思うんですが今これスターならばこうですよとじゃあ逆にこれならばスターが成立するということを確認していこうと思うんですが。 A と B が2分の1というふうにするとじゃあこれ AN 次乗足す +BN というものはこれどうなっているのかというと今 AB2 分の1なので代入してあげると2分の1の N 次乗足す +2 分の 1N これが全ての整数 N でちゃんと整数となるかどうかということを確認しなければいけないんですがこのままだと分数の形になっていて2分のというふうになっていてこのままだと分数の可能性もある。 すなわち整数とならないんじゃないかというふうに思うかもしれないんですが実際これ n 次乗足す n というふうになりあとここの分子の方が常に偶数となるということが言えれば整数となるこれが成立するしそうじゃない判例みたいなものがあるとこれが言えていないよということなんですけどじゃあ今知りたいのはこの n 次乗足す n というものが偶数となるかどうか偶数だったら約分されてちゃんと整数になるよとでもこれ n でくくってあげると nn 足す1というふうになり こここの nn 1の nn 1部分、これは連続する2つの整数の積の形なので2の解乗、すなわち2の倍数であるよというような以前扱ったこんな性質がありました今やりたいこととしてこの n 次乗たす n というようなこの2次式の形を2で割った余りを知りたいよと常に余り0だったら偶数というふうになって約分されて整数になるよどうなっているのかというのを知りたいんですがこういった多項式の形の余りに関する話は処理の方針が2つあって 1> 1つが連続積の整数を利用するよと。それをやったのはこっちの話。もちろん基本的な処理である乗用分類して代入すなわち n が偶数の時どうか n が奇数の時どうかというふうに分けてあげて調べてあげても当然 OK なんですが、まあ、いずれにしろここの分子がちゃんと偶数というふうになるよと。ということはこれ約分されて n 整数だったら何でもよくその時にこれ約分されてちゃんと整数になるからこの逆も言えているよと。 A 2分の1の時にこれが成立するということが言えたのでこのことも含めてちゃんと答えというふうに断言することはできるんですが A 2分の1ですよこういうふうに調べることができました。はい、ということで今回は受験数学の第219回目で伝承命題に関して特に今回はこの方針に関して話をしていきました。今回はここら辺で。また見てください。バイバイイ。